んこんにちは。クリプトンです。突然ですが、皆さんはこう思いませんでしたか？今回のタワーは比較的簡単だと。私もそう感じており、周回していると武器の入れ替えが面倒で、アイテム交換しなくてもいけるんじゃね？と思い、今に至ります。それでは、アイテム交換禁止タワーやっていこう。ルールを説明します。取ることが許可されている報酬はエンチャントポイントのみです。承認の利用は可能です。というわけで、実況に移ります。弱体化は殴った敵の攻撃力が下がるのでおすすめです。ポーションバリアがないのが少し心細いですね。まだまだ余裕ですね。矢は大切になるでしょうね。何回までいけるでしょうか？1回目のボスあたりまでは行きたいですね。目標は16回のボスを倒すことです。17回は抜きのステージで難しいので、死ぬと予想。あと少し。承認を、よく考えて使いたいですね。2回クリア。さよなら星夜。逃げるときに使えそう？絶対冗談ですね。3回は敵が多いですが、いけるでしょうか？もう若干火力が足りてませんね。結構痛いな。関節モブは弱体化するのが大変だ。炎の道を活用しよう。やばい、弓も使うか。敵が撃たれてノックバックで一瞬止まるのでいいですね。なんとかクリア。弱体化を強化したいので、エンチャントしないでおこうかな。ここは落下に注意したいですね。エンダリング強いなー。
かも嫌ですね。エンドステージクリア。弱体化を強化します。ジオモンスターは早めに倒そう。エンチャンターも早めに。スケルトン多いなぁ。ショートカット使えば30階まで行けることが分かりました。便利なので強化しとこう。ショートカットはしませんよ。爆弾が多いよ。面倒な相手は落とそう。クリアです。弓を忘れていた。そろそろ剣では厳しくなるのでつけておこう。怖いですね。矢が結構痛い。めっちゃ刺さってる。よし、倒した。冗談いねえ。攻撃じゃなくて TNT 拾っちゃったー。危ねえ。死ななくてよかったー。冗談が強かったので強化。罠が怖いですねー。敵が多いな。こっちに来た近接モブを罠に引っ掛ける作戦。ハスクの処理ができたので、レースを倒そう。作戦が成功しました。罠に守られてやがる。オッ
リア。力のポーションが切れる前に急げ。まだ16秒使えます。全然強さが違いますね。使い切ったぞ。ここは少ないですね。ほう、エンチャントポイント役目を終える。まだ強化スケルトン3体もいるのに。クリーパー兄弟が来た。なかなか死なないなぁ。君は強いですね。3分の1クリアー。やっとアップグレードができます。少しは攻略が楽になるかな。防具が安全でしょう。平均パワーが低くて6しか上がらなかったです。思ったよりも上がらなかったですが、安全にいけるのでしょうか。ああ、もう火力が。これは嬉しい。それでもゾンビワンパンできないのか。コンボ終わりならできました。やった、また出た。今回のタワー、アイテムドロップ多いですよね。火力高い敵が多いので怖いですね。意外といけるな。ノックバックで攻撃されませんね。弓、強。行く。よし。
パターンに入った。このビンディケーター引っかかってる。シェフは弱いですね。こいつらでラストだな。よっしゃ、ポーションや。ロイヤルガードか。よし、チャンス。シェフはガソ。冗談が気持ちいい。あれ、まだか？いたいた。邪悪な村人エリアもクリアですね。また砂漠か。レイスとハスクが嫌いですね。冗談いいねー。もう、剣じゃダメだ。レイス倒した。あれ、いつも罠でやられるじゃん。こいつ、今日は賢いぞ。半分クリア。次はボスです。周りの雑魚敵も倒していい感じです。今、すごい跳ね返った。冗談のおかげで楽に倒せそうです。あと一体。最後の力を振り絞ってきた。おっと、危ない。目標は達成です。怖いな、ここ。うわぁ、遅っ。
えぐいなぁ。あっぶな。雪玉って、こんなダメージあるん？ひとまず影化して回復を待とう。まだ半分くらいある。ゾンビが関節モブになってるけん。やば、攻めたらあかんわ。よっしゃ。まずはアイスロジャーだ。よし、あとはゾンビだけ。ピンチ、再び。運よくクリーパーを乗り切ったので、やり直したくないよ。こわ、当たったらしやで。リンゴ欲しい。これでリンゴが取れる。よし。豚肉もいいね。雪玉のダメージを回復が補ってる。あと少し。やったー。承認だ。どうしよう。ユニークは？反落者か。攻撃速度が上がるのでいいですね。パワー上がらないのか。火力ないな。パワー上がらなかったから喧嘩弓を上げてもよかったな。毒が強い。やばいやばい。炎の道あってよかった。逃げろー。よし、溜まった。なんとかいけそうですね。落ちろ。
やったー。ここかー。ヴァンガードはきついぞ。全然効かねえ。わあ、やばい。もう逃げ道がない。20階からが難しいんだな。ダメだ、早めにゾンビを処理しようと思ったけど火力がない。またさっきと同じ構図じゃねえかよ。奥の方に行ってないから、あまり敵に見つかってない。炙ってこないな。ラッキー。これはいけるか？ちょっと休むか。いや、弓でいける。よし、ポーションもたまった。やったー。ここも多いよー。無理無理。スケルトンが多いので耳で聞きれない。お、壁使おう。というわけで、アイテム交換禁止タワーでした。反省点は、平均パワーが低く、ユニーク商人が防具のパワーを上げてくれなかったことですね。喧嘩弓を強化するべきでした。それにしても、疲れたなぁ。よければ、チャンネル登録高評価 Twitter のフォローをお願いします。それでは、またね。